アグネス・フォン・エスターライヒアグネス・フォン・エスターライヒは、ハンガリー王アンドラーシュ3世の王妃。アグネスは、ローマ王アルブレヒト1世とエリーザベト・フォンケルンテンの間の娘である。1296年2月13日に、ウィーンにおいて、アグネスは、ハンガリー王アンドラーシュ3世と結婚した。その後、アンドラーシュ3世は、シュート・アルブレヒト1世の支援により、ケーセギ・ミクローシュとチャーク・マテーの反乱を鎮圧し、ケーセグとポジョニの城を占領した。1298年、アンドラーシュ3世は軍を率いて、アルブレヒト1世のアドルフに対する反乱に加勢した。アグネスはトーナメントを嫌い、教会の説教を好んだ。また、アグネスは身長が低く、姉妹がもはや着なくなったドレスを着ていたため、その謙虚さを称賛された。夫アンドラーシュ3世は1301年1月14日にブダで死去し、アールパード家の男系が断絶した。同時代のステファン・アーコシュは、アンドラーシュのことをアールパード家の最後の金の声だと呼んだ。アグネスは寡婦となったが、アールパード家を継承する子供がいなかった。この時アグネスは19歳で、再婚志向を設けることも可能であったが、再婚しなかった。アグネスは、チロル伯領にあった、ケーニヒスフェルデン修道院の後援者となった。この修道院は、アグネスの母エリーザベト・フォンケルンテンが夫を忍んで、建てた修道院であった。エリーザベトは、アンドラーシュ3世と前妃、フェネンナとの間の娘エルジェベトと共に、修道院近くの小さな館に住んだ。エルジェベトは、アールパード家の最後の子孫の一人であった。エルジェベトは、ボヘミア王バーツラフ3世と結婚することになっていたが、バーツラフ3世はビオラ・エルジュビエタ・チェシンスカと結婚した。エルジェベトは結婚せず、近くのテス修道院でドミニコ会の修道女となり、その高潔さで名声を得た。アグネスは敬虔であったと言われる。一方、16世紀のアエギディウス中でのChronicon Helveticumによると、アグネスは、父アルブレヒト1世の復讐のため、1000人の処刑や追放を命じたとされている。しかし、これは大部分がスイスにおける反ハプスブルクのプロパガンダに基づいているとみられる。アグネスはその名声のため、何度か仲介者の役割を頼まれた。1333年、アグネスはオーストリアとスイスの諸都市や諸地域との間で条約を結んだ。また1351年には、アグネスは、バーゼルとブレーメンの間の紛争を解決し、同年に弟アルブレヒト2世とスイス原諸同盟の間の紛争も解決している。弟たちはたびたびアグネスに助言を求めに、ケーニヒスフェルデン修道院を訪れた。アグネスは1364年6月10日に、ケーニヒスフェルデンで死去し、修道院の修道女墓地に埋葬された。ありがとうございます。